保護区のスタッフは深い関心を抱きながら、激しい興奮状態のゴリラに直面した。そして、ゴリラの手を入念に調べた結果、彼らは警戒心を解き、思いもよらない非常に衝撃的な生き物を発見した。ゴリラのボボは初めてマホレイ鳥類保護区に足を踏み入れた時、まだ2歳だったが、すでに多くの経験をしていた。自然に生まれたボボは普通の若者と同じようにジャングルで育ったが、最愛の母親を密猟者に襲われ、連れ去られるという悲劇に見舞われた。ボボはこの世で一人ぼっちになり、若くて無力で、自力で生きていくこともできない。幸運なことに、保護区のスタッフたちが迷子のボボを見つけ、同じように風雨にさらされた若い仲間たちと同居できるよう、そっと保護区に案内してくれた。時が経つにつれ、ボボはグループのリーダーとして急速に有名になっていき、保護区内の他のゴリラが小さく見えるほどたくましく成長し、密猟者たちに見向きもされなくなった。南アフリカの保護区は大きくて愛情に満ちた家族のようなもので、スタッフはお互いを思いやるだけでなく、ボボを含むすべての動物を大切に思っています。長年にわたり、この保護区は多くのゴリラの保護に成功し、密猟によって居場所を失ったゴリラがいようと、怪我をして助けが必要なゴリラがいようと、ここにはいつも温かい隠れ家があります。ボボの成長に影響を与えたエリサは、母の愛情を持ってボボを育て教育し、強く賢いオスゴリラに成長させた。彼女とボボは言葉を超えたような深い感情的な絆で結ばれており、エリサはボボの喜びや満足感から怒りや苛立ちに至るまで、あらゆる感情の機微を理解し、それに真っ先に反応した。多くの人にとって、ボボの大きな体躯と堂々とした風貌は獰猛で攻撃的な性格だと思われるかもしれないが、実はとても穏やかで愛情深い一面を持っており、それは思いがけない優しさだ。保護区のスタッフでさえ小さく見えるほどボボが大きくなっているにもかかわらず、彼とエリサの間の愛と尊敬は決して衰えることがない。その特別な感情の絆はまるで母子の愛を再現したかのように、種族の壁を越えて結ばれていく。ボボはゴリラ社会のルールを作るほどの強さを発揮するが、それ以上に感慨深いのはこの強さを平和と愛を守るために使うことを選択し、たとえ気難しい外見をしていても、その心は限りない優しさと親切心で満たされていることを証明した。ボボの穏やかで思いやりのある性格は保護区内の他のゴリラや観察者たちにも無意識のうちに伝わっていることが多く、大きな体で繊細な感情を表現するボボを目の当たりにしたスタッフたちは驚いてしまう。しかし、他のオスゴリラが自分のリーダーシップに挑戦しようとすると、ボボは瞬時にその強さと権威を示し、断固とした態度で力強くリーダーとしての役割を主張します。例えば、若いオスのキブとマケインがボボの権威に疑問を投げかけようとしたところ、喧嘩に発展した。結局、エリサとカイテが介入して争いは収まったが、若い挑戦者たちはボボと自分たちの力の差を確かに認識し、その結果ボボのリーダーとしての地位はさらに揺るぎないものになった。しかし最近、エリサはボボの異変に気づき、いつもは自分のテリトリーを歩き回り、周囲を探索し、様々なおもちゃや刺激物を楽しんでいるボボが、最近は引っ込み思案で、スタッフや他のゴリラとの日常の交流に積極的に参加しなくなったのだ。この感情面と身体面の変化は誰にとっても心配することで、特にエリサはボボが何か心に抱えていて、今の環境から逃れたいと絶望しているような、根深い変化の兆候かもしれないと気づいた。エリサは深く心配し、ボボの行動の変化の謎を解き明かそうと誓い、その背後にある理由を深く掘り下げることにします。ボボの行動の謎を解明するため、より積極的なアプローチを取ろうと決意したエリサは、ボボが頻繁に草むらに行くのは隠れるためではなく、何かを隠しているように見えることにすぐに気づく。ゴリラは力が強いだけでなく、知能が高くて感情も複雑であることから、自分だけの秘密を守ることは完全に可能であり、もしボボが秘密を守ろうとしているのであれば、外界が介入することは危険ではないにしても難しいだろう。そこでエリサは安全かつ巧妙な計画を考案し、ボボが食事を楽しむために特別な給仕エリアに不用意に足を踏み入れた隙に、エリサは入り口を閉めてボボの自由を一時的に制限し、ボボの秘密を安心して探れるようにしたのだ。ボボは一時的に閉じ込められたことに不快感を示す代わりに、目の前の食べ物に集中し、エリサの行動を冷静に受け止めているように見えた。この瞬間を利用して、エリサはボボのテリトリーに足を踏み入れて、背の高い草むらを注意深く進み、ボボの秘密を暴く手がかりを探すことに集中します。彼女の一歩一歩は慎重で、目は鋭く周囲をスキャンし、いつもと違うことのヒントを一つも見逃さない。エリサはボボがよく行く不思議な場所を疑心暗鬼になりながら探ったが、ボボが座っていた茂みがいくつか倒れていただけで、いつもと変わったものは何も見つからなかった。
彼女は驚くと同時に、怪しいものが何も見つからなかったことに少し安堵し、ボボが身の危険を感じるような未確認物体に接触していないことに安心した。しかし彼女が気づかなかったのは、ボが守っている秘密が外の世界の片隅にあるのではなく、自身の中に隠されていることだった。ある時エリサは、ボがあるものを持って熱心に調べているのを偶然見つけ、自分が賢いゴリラに巧みに惑わされていたことに気づく。この発見により、彼女はボボが持っているものの真相をかつてないほど暴こうと決意した。しかし、ボボは謎の物体をもっと近くで見ようとするものが近づくと苛立ち、敵意をあらわにし、怒ったようにもっと人目につかない場所を探して、秘密の活動を続けるようとした。手にした宝物が探られることのないよう、彼は注意深く他人と距離を保つ。群衆はボボの振る舞いに畏敬の念を抱いており、ボボがその力と威厳を見せつけるのを目の当たりにしてきた。同じ一族の他のゴリラたちでさえ、ボボの手の中にある小さな秘密に興味をそそられ、好奇心を示したが、ボボの警告の方向に立ち止まり、それ以上探ることはできない。こうして、この謎は保護区内の誰にも解けないものになったようだ。ボボとの特別な心の絆を持つエリサは苦労の末にようやくボボが大切にしているものを間近で見ることができ、目の前で見たものは彼女の心を揺さぶり、驚きで呆然とさせた。彼女がボボの私的な宝物か、あるいは彼が共有したがらない珍味だろうと想像していたものは実際には全く異なる、非常に珍しい存在だったのだ。手のひらにうずくまる小さな生き物は一見、普通のネズミか別の小さなげっ歯類と勘違いしていたのだが、双眼鏡でよく観察してみると、次第に真実が明らかになり、最初に疑われたよりもさらに異常なものが見えてきた。この小さな生き物は普通の生き物ではなく、メガネザルという保護区では珍しい霊長類で、どうやら偶然彼らの世界に迷い込んできたようだった。ボボは保護区周辺の森を探検している時にこの猿に出くわし、それからずっとペットのように可愛がってきた。ボボは彼をつつき、優しくなで、一緒に遊ぶ。体格の差にもかかわらず、2匹が仲良くしているのを見ると信じられない。ボボが時々迷子になったり茂みに隠れたりしても、いつもボボのところに戻ってきて、一緒にいることを楽しんでいるようだ。メガネザルは通常や行政で、暗闇での生活に適応していることを考えると、日暮れに去ってしまうのではないかとエリサは思っていた。しかし、ボボがその子と家を共有しているだけでなく、メガネザルに自ら餌を与えていることに気づいたとき、エリサの驚きを隠せなくなった。ゴリラやスタッフを含む保護区の他のメンバーも、同じようにこの光景に驚き、興味をそそられたが、ボボはこの特別な友人を邪魔から守るため、慎重に距離を保つ。その大きさにもかかわらず、ボボの振る舞いは繊細で優しく、まるでエリサから受けた愛と安心が、この特別な友人に分かち合っているように、種族を超えた愛のサイクルが完成していく。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。